普段使いしやすいジーンズ生地の防災リュックに、生理用品や不織布のショーツといった女性に必要なグッズをセットにした商品。高知大丸4階のプラグスマーケットでは、備えよう高知の防災と銘打って、今日から1週間県内企業6社の防災製品を販売しています。カラフルでおしゃれなこちらの椅子なんですが、実はこの部分が開きまして、ここにゴミ袋をセットしますと簡易の洋式トイレになるんです。災害時に困るのはトイレの問題。高知のヒノキで作られた84防災チェアは、ピンクやグリーン、無地など好きな色が選べ、普段は腰掛けや小物を置く台として使いながら、いざという時にトイレとして使える優れものです。可愛い箱に入ったこちらの商品、実はアルミで真空パックされたトイレットペーパーなんです。強力な圧縮加工によって、直径およそ7センチと場所を取らない超コンパクト設計。1個で1人が1週間使える量があり、10年間の長期保存が可能です。売り場には普段の食事にも活用できる乾燥野菜や果物などの防災食も並んでいます。備えよう高知の防災は、高知大丸4階プラグスマーケットで19日まで開かれています。